やに静かな番だ。芝居が始まりました。あれが例のあんまのねぐらだな。何が悲しくって貧乏長屋なんぞに盗みに入るんで、天下の大泥棒権太郎も焼きが回ったなと仲間は笑うだろう。はい、お気持ちだけで十分です。はい、おやすみなしゃい。やれやれ、ほんま神島四十八武蔵屋の武士だな。毎晩ここを通る秀野石さんの顔を忘れたのかよ。間抜けだな。しかも目が見えねえってのは情報なもんだ。明かりをつけることもいらねえし、真っ暗の中で布団引いて寝てりゃいいんだからな。さあ、寝よう寝よう。おやすみ。極楽極楽。待てよ、腹が減ったな。近頃じゃ皿一枚だって安かねえからな。しかもこの皿はなかなか割れづらいんだよな。他に何か落っことしたものはねえかな。はて、なんだ。てめえがカラス金を貸して金を貯めてるってことよ。ちゃんと当たりをつけてきたんだ。私が近所でも評判だぞ。てめえ貧乏人にカラス金を貸し付けて利息は天引き2割期日に遅れるとアコギな真似して取り立てるんだったな。知ってるぞ。お金がありゃ何もあなた夜遅くまで笛を吹いて。あんまー神しまーし。いたたたた、お客さん来ちゃうだろうが。おお、いや、やめる。お客さん来ちゃったらどうするんだ、バカ野郎。しかし、閉店です。ボバンババンボ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 。めくらのくせにそれどこで見たんだよ。あ、痛い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 、ちくしょー、バカ野郎。よさがしをしてごらんなさいまし。なんだなんだ、何を目指してやるんだ。あんまりだ、世間の奴らが私がアコギなことをして人様に金を貸して全くもってプラチナ家業をしているとそう思われる節はこっちは何にもないんだ。なるほど、世間には高利なお金を貸し天引き2割の利息を取り立派な暮らしをしている賢業とか法刀などと言われているお方たちもございます。それに比べれば同じ盲人でも私どもは
散りあくたも同然。抜かさねえとぶすりでボン。わかりましてございます。お好きなようにお探しなされませ。私は殺されましょう。ゲロ。しぶてえな、この野郎。ない金を出しようがないじゃありませんか、あなた。おっと、そう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 。てめえ、毒味しろ。まさか大丈夫でございますよ。毒などは入っておりません。いいから飲み。毒などは入っておりません。うまい。どうぞ、今いっぱい。でかくなってじゃねえかよ。俺だって元は仇の八百屋さ。女房子供を置いて奉公に使って商売やってたんだが、子供に寝つかれて氷の金を借りたのが運の月。俺が悪いんじゃねえ。世間のやつらは悪いのよ。よっ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 。京橋の浮世商事に住んでいる絵草紙屋だ。絵草紙屋というのは浮世絵とか役者絵を扱っているお店。そこへ我ら座頭四五人で押しかけていって、目が見えないので家を間違えたふりをして、向かい側の店にずらーっと並んで大きな声を張り上げる。なんだこいつは異廃か。てねえ、仏様を粗末にしやがって。それは女房の位牌でございます。女房の。何も粗末にしてるんじゃございません。お察しくださいまし。その日その日をカツカツに暮らしているしがないあんまの私には、仏壇一つ買ってやるゆとりもありゃいたしません。女房の位牌か。俺には字が読めねえが。え、しみりさせやる。一日も早く仏壇を買います。やがったバカ野郎、西と着物を置いてろ。
ネズミ小僧気取りでよ。あいつずっとこの布団の上に座ってやがって気が気じゃなかったよ。大丈夫か。おい、よれ、あーった、だっこいしょと。ほら、この竹筒がねえことには生きた心地が自然だ。おお、いつ聞いてもいいもんだべ。小判のことはさて、忙しくなるぞ。いつ聞いてもいいもんだ。小判のことは。おい、アンマおどろぼうだ。てめえ、その金。いやいやいや、あのこれは、これは、これで仏壇が山ほど買えます。